東京アンティークバイのパウロ・アキモト牧師を講談にお迎えしたいと思います。神様に感謝してお迎えしましょう。こんばんは。エペソの一章を開いてください。22節からお読みします。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思うんですが、私は大学生の時にイエス様を信じたんですね。でどういう順序をたどったかって言いますとですね、ちょうど遠藤周作の沈黙という本を読んだんですね。で感動しました。で神様がいるならばこういうような形ではないかとこう思ったんですね。それで感動して心理学の授業に出ていたわけですね。そうした時に、ね、不思議な体験をしたんですね。非常に神様はですね近くまで降りてきたような感じがしたんですね。そしてねちょっとね語りかけを受けました。どういう語りかけを受けたかっていうとですね、私を信じるか、信じなさいっていう語りかけですね。で私はねその時信じてもいいとは思ったんですが、信じたらですねクリスチャンになったらね堅苦しい人生になってつまんなくなると、ちょっと感じたんですね。実際クリスチャン人生をやってみてそうではなかったということに気がついたんですが、それで躊躇したんですね。拒否的になったんですね。そしたらですね聖霊様が働いたんですね。そしてねもしここで信じなければとんでもないことになる、なんかそれが分かったんです。何がどう起こるかでは分かりませんでしたが、これとんでもないことになると。それでねその時にねイエス様を信じたんですね。それで信じた時にこう祈りました。今遠藤周作の本を読んで感動してこういうようなことを言ったのかもしれないから、半年経って私が信仰をしっかり持っているならば教会に行きますと、でこういうふうに言ったんですね。そしてねまあそこで終わったわけです。この一つの霊的な体験はですね。ところがね教会に行かないっていうのはですね、これは怖いことですね。私はねこれだけの霊的な体験をし、そしてですね後になった時にね、私はクリスチャンになってから神を疑ったことは一度もありませんから、いることをね疑ったことはありませんから、熱心党であったにもかかわらずですね教会行かなかったでしょ。無神論者になっちゃった。神を否定する存在になってですね、逆に神はいないとかなんか言い始めた。怖いですよね。ところがね神は助けの手を与えてくださいました。それは何かっていうとですね、私が大学のベンチで座っている時に横にアンケートを取る人が来たんですね。断りきれなくてアンケートを取られちゃったら、それがクリスチャンですね、教会来るって羽目になっちゃった。私は後悔しました。なんでこういうふうになるのかと。でもこれはね神の救いの手だったんですね。で私は教会に行ったんですが、なんとそれがね半年目だった。私は自分のなした祈りをですね忘れましたが、神様を覚えてくださって、ちょうど半年目にね人を使わせて私を教会に導いてくださったんですね。で教会に行き始めた時にもう信じて熱心となりましたからね、周りの誰よりも熱心な感じでした。皆さんには負けるかもしれませんがそういうような感じだったんですね。そしてですね教会は東京の都心にあったので、東京の人たちが来てたんですが、私はね隣の神奈川県の藤沢っていう島に住んでたんです。教会の中でね一番遠くに住んでましたね。教会行くのは、ね、2時間弱かかる。しかしね熱心に通ったんです。そしてね教会出席ベスト10っていうのを作りました。自分で勝手にね他の人作ってくれないから。で1位私、2位牧師、3位副牧師、つまり私はですね牧師と副牧師を破った。でね私はね
それがね、どんなに大きな祝福の原点かを知りませんでした。で、後になってね、これが大きかったっていうことをね、知るようになったんですね。で、それは何かというとですね、その教会に根ざし、教会に通い、また教会に立て上げられるっていうことはですね、主の祝福のね、大きなポイントだったからですね。で、これはですね、豊かな恵みを表すことになりました。それでイスラエルチームのですねビデオがありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。イエス様の愛知ったから、イエス様の愛受けたから、イエス様と歩む人生は最高
で、今年度の御言葉はですね、ヨハネの福音書14章12節です。これをお読みしたいと、こういうふうに思います。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。今年度の御言葉として与えられたのはこの言葉なんですね。かつて行われた技をキリストは私たちを通して行うぞということがまず一つ言われているんですね。そしてね、もっと大きな技をキリストは行うと。で、神様はですね、この御言葉を与えたことを通して何を意味しているのかというとですね、神様の技を進展させるぞって言ってるわけです。信じるとき、信じる、信じるってことが必要、踏み出すってことが必要ですね。つまり信仰なんです。私たちがそれを信じるときに、だからね、キリストはよりご自身の力を表されるんですね。だからキリストは大きなことをやろうとしてる。そしてですね、私たちに語っておられるのはね、信じなさい、信仰の歩みを踏み出しなさい、その時にね、栄光が表されるということをね、言っているということを覚えておいてください。ですからですね、今年度の歩みにおいてはですね、神様のね、大きな働きに対する計画があるとともに、私たちの、信仰のあらを通しての進展が大きくある、こういうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。昔いまし、急にいまし、後に来られる方、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。皆様ご承知のようにですね、非常に困難だ、生きにくい中にですね、チームが行ったんですね。世界にコロナが蔓延している中、そして日本に帰ってきたら14日間ですね、謹慎みたいな感じでですね閉じ込められちゃう、そういう期間を超えていったのは特別な 御心がある感じてるんですね。で、今再任に向かってのね、私たちの使命の全うと答えられたこの示しの全うとともにですね、虹の約束の成就の時がやってきていると、こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。それでですね、イスラエルに行った時にいつもやってくださっているインマヌエルツアーの方がですね、言ったんですね。それはこの2年間誰も来なかった、あなた方が最初のツアーです、こう言われたんですね。そうしましたら、テルアビブのすごいリゾートホテルのオーナーの方が来られたんですね。そして私の名前を言って一生懸命覚えたんでしょうね、おそらく
そして言われたんですね、この2年間ね、どのツアーもここに来なかった、あなた方が最初です。そしたらね、レオンさんの教会に行った時にレオンさんが言われたんですね、まあ、いろんな教会がイスラエルに行きますから、行った時にレオンさんの教会を訪ねたようですね、この2年間ね、誰も来なかった、まあ、個人的に行った人はいるかもしれませんね、あなた方が最初のですねチームです、とこう言われたんですね。それでその中でですね、ちょっと私が感動したことがあったんですね。それは何かっていうと、聖書ではこう書いてあるわけですね、ユダヤ、サマリア、地の果てにまで、これは宣教の働きが全世界に広がるということを命令した言葉なんですね。宣教の光が全世界を照らしていくと、ユダヤから始まって地の果てにまで、こういう言葉なんですよね。でその時にですね、ユダヤは分かりますね、今のイスラエルのところだからね。じゃあ地の果てってどこだろう、地図見るとよく分かるんですね。皆さん日本なんです。で私はね、感動したのは何かっていうとですね、ユダヤから地の果てって言ってるのに、地の果てからねユダヤに来たのです。でこれは皆さん宣教チームですから、で我々はですねユダヤ人を宣教しようと全く思ってるわけですね。そして最強のですね宣教チームが行ってるわけですよね。でこの時にねちょっと感じたのはね、時代が変わった、最後のね再任に至る時代にやってきたということをね、非常に強く思います。また与えられた御言葉はですね、イエスの技を行い、さらにそれよりも大きな技を行うと。どうぞ皆さんね、信仰のね踏み出しをしてください。私ね、しまったなと思ったことがあったんですね。何がしまったなと思ったのかっていうとですね、で海外ではよくやるんですね。例えば耳の聞こえない人、まあ、精霊の導きに従ってですよ、手を挙げてもらってね、立っていただくんです。そしてね、耳に手を置いていただいて、私が祈るんですね。そしてですね、その時に聞くんですね、癒されたかどうか。そうするとね、いろんな方々が癒されてます。でね、日本ではやらないんですね。でどうしてなのかっていうと、日本には不信仰だから技が起こらないと、こういうふうに思ってたんですね。思ってたっていうか、そういう理由で言ってたんですね。そしたらですね、主に言われたんですね、違うだろう、それ違うんですね。何が違うのかっていうとですね、日本でね正して祈ったらね、そしてね誰も癒されなかったらみっともない、皆さんに合わせる顔がない、お前の理由はそうだろうと。そうなのですよね。それでね、主に言われたんですね、それが不信仰なんです。だから私ね、もうやることに決めました。もう合わせる顔がないのはもう初めからでいいです。具体的にね、やります、立たせてやりますですね。で技が起こってくるでしょうね。で皆さんね、信仰を用いておいてください。ある教会に行ったらですね、言ってました、4000人集まってるですね、ばっかじゃないの。でもですね、信じるものはね、信じないものから見ればね、ばかに見えるんです。で4000人を超えるでしょう。で4000人だったらですね、焼肉を私におごってください。もっと大きなことになってくる。確かにね、再任前の時代っていうのは困難な時代ですが、主がね栄光を表す時代なのです。そして主が圧倒的な勝利を表す時代であり、そしてね主の技が起こるんですね。で私はでもちょっと後悔していることがあるんですね。何かっていうとですね、信じることにもっと忠実である必要があったと、バカと言われる必要があったとですね。で皆さんね、大いなることが始まってるっていうことをね、覚えておいてください。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回は患難時代についてです。黙示録4章以降にはイエス・キリストがオリーブ山に再臨される直前の7年間のことが書かれています。この7年間を患難時代と言います。患難時代は前半 3.5 年と後半 3.5 年で分かれ、後半は大患難時代と言います。それは患難時代はいつから始まるのでしょうか。ダニエル書9章26、27節を見ていきましょう。来るべき君主とは反キリストのことです。一週とありますが、これは1日を1年とすると7年となり、患難時代の7年を表しています。多くの者と固い契約をしとあります。この箇所は聖なる都、つまりエルサレムへの予言なので、この契約はイスラエルを含む契約、つまり中途和平のことです。そしてこの和平は一週の間とありますから、患難時代7年の最初に結ばれることがわかります。つまり反キリストが中途和平を締結し、それが患難時代のスタートの印なのです。患難時代とはどんな時代でしょうか。戦争、大地震、大災害、クリスチャン迫害などが起こり、ハルマゲドンの戦争までに人類の2分の1が死ぬという未だかつてない困難な時代です。特に後半の大患難時代は歴史上最も暗く厳しい時代となります。しかしこの時代、神様の働きは大きく進みます。そのお話は別の回でさせていただきます。私たちは近づく患難時代に向けて目を覚まし、備えていく必要があります。それではまた。この後大変な時代になります。災害とか戦争とか飢饉とかですね、疫病とかですね、大変な時代になります。コロナでみんな怖がってますが、コロナどころじゃない。そしてですね、患難時代の最初の 3.5 年で人類の2分の1は死ぬということになりますね。でそれを多くの人たちが見ていてですね、非常に暗い気持ちになっています。しかしですね、気をつけてください。何かというとですね、クリスチャンは勝ってるって書いてあるんです。なんで勝ってるのかと、神によって勝ってるんです。で神様は言ってます。私たちが主に従っているのならば、全ては益となる。皆に耐える者は失望することはないと。感謝をする者はですね、問題とか困難の後ろにある神の栄光を見ていく。皆さんね、大きな勝利の時代です。信仰の戦いの時代ですから、引くことのないよ。でその中でね、素晴らしい技と栄光が表されてくるということね、どうぞ覚えておいてください。それで皆さんも素晴らしい証を持っていると思うんですね。でその時にですね、どうぞ神様がなさったことをね、明かしてください。そしてね、できたら映像にしてアンテナに送ってください。そしてね、いいやつはどんどん出していきます。いいやつでもね、なんかなんだか分かんなくなっちゃうのもあるのでそれはちょっと訂正するかもしれませんね。見ていただきたいと。そしてね、その神様の栄光がね、豊かに表されてる来るっていうことをね、覚えておいていただきたいと思いますね。そして皆さん、患難時代は勝負です。何の勝負かというと、人の救い、そして解放、癒しの勝負の時ですね。特別な技がこの中で起こってくるということですね。そしてその時代に入ったということを覚えつつですね、どうぞ信仰の歩みを持ってですね、踏み込んでいただきたいと思うんですね。そして主の栄光を称えるとともにね、主の素晴らしさをね、どんどん表すとともにですね、主を崇めていきたい、ね、こういうふうに思います。それで斉藤さんの証がありますので、それを見ていきたい。皆さんこんにちは。私は三重県松阪市にある松阪教会に所属しております、斉藤と申します。今日は私の職場に神様がしてくださったことをお話ししていきたいと思います。私は某有名電機メーカーの下請けの会社にパートタイマーとして働いています。本社は大阪にあり、こちらの松阪には工場があります。
その工場で働いています。その工場の責任者である工場長は稀に見る凄まじい性格の人でした。人の好き嫌いがとても激しく、パワーハラスメントは日常的、人に言ってはいけない言葉を言い、その結果多くの人たちが辞めていきました。責任者がそういう方であるので、その下で働く部長や課長、そして従業員の人たちも情緒不安定でした。会社の雰囲気は悪く、戦々恐々としていました。私は入社してから半年ぐらい経った頃、仕事で大きな失敗をしてしまいました。一生懸命やっていたのに、どうしてこんなことが、と思い、ショックを受け落ち込みました。しかし周りの反応は冷たいものでした。工場長は私を無視し、挨拶をしても帰ってきませんでした。また直属の上司である課長からは感情的な八つ当たりを受けるようになりました。一つ質問をすると20分以上の説教で帰ってきます。もうやめていけと言わんばかりの対応でした。まさしくパワーハラスメントでした。私たちの教会では、良いことも悪いこともすべてを感謝するということを学んでいます。良いことも悪いことも神様に感謝していくときに、それはすべてが益となり、またその問題の背後にある素晴らしい神様の計画が表され、栄光が表されるということです。ですので私は本当に葛藤しながら感謝の祈りを始めました。仕事を失敗したこと、また工場長のパワーハラスメント、そして課長のパワーハラスメント、自分が本当に惨めであることなどなど、いろんなことを細かく感謝を捧げていきました。それと同時に信仰の告白も大事であるというふうに学んでおりましたので、神様の約束の言葉に基づいた信仰の告白をもやっていきました。例えば、このことは必ず私の益となりますとか、神様はこんな惨めな私をこのような惨めなところから必ず引き上げてくださいますとか、誰も有無も言わさない神の力と知恵が注がれてきますとか、私は愛されているから素晴らしい祝福と恵みが表されてきますとか、本当にですね、いろんな信仰の告白をしていきました。毎朝毎朝出勤する車の中で感謝の祈りをし、そして信仰の告白を続けていきました。しばらくして不思議なことが起こってきました。ある時、この仕事の生産過程でこれを言わなければいけないという強い思いが与えられました。それを課長に言うと、そのことがとてもタイムリーなことであったり、またある時はこの工程を変更していかないと、このような不良が出て、そして納品している会社からクレームが来るというような思いがやってきました。そのことを課長に言って、その日に何時間後かにですね、この納品している会社からクレームの連絡が来ました。そしてその不良の内容も、私が示されていた内容と全く同じの内容でした。私はそれを聞いた時、本当に鳥肌が立ちました。神様が働いておられると思いました。その後も様々なことが示され、それをすべてやっていきました。その中で課長の
態度がどんどん変わっていきました。あんなにやめていけと言わんばかりの剣幕で私に八つ当たりをしてきたのに、最終的に課長は私を褒めるようになりました。そして会社勤めの方はご存知だと思いますが、半年に一度くらい面談、上司との面談の時を持つと思います。その面談の時に課長は信じられないことを私に言いました。それは、あなたはパートタイマーなのに社員レベルの仕事をしている、あなたしか新人教育はできないと言われました。そして私はパートタイマーの新人教育をするようになりました。そしてあなたがいるから安心して現場を任せておくことができるというふうにも言われるようになりました。私は神様を褒めたたえました。神様が大逆転の大勝利を与えてくださいました。そしてあのパワハラの工場長はどうなったかというと、数々のパワーハラスメントによる悪行によって工場長を解任されてしまいました。そしておとなしくなり、パワーハラスメントの影はパワーハラスメントは影を潜めてしまいました。そして営業職になり、外回りが多くなったので工場内で姿を見かけることはなくなりました。また新しい責任者が来て、工場内の雰囲気も全く変わり、今までよりずっと働きやすい環境になりました。神様が最善のことをなしてくださり、大勝利を与えてくださいました。神様を褒めたたえます。これで私の話は終わりにしていきたいと思います。どうもありがとうございました。素晴らしい証を感謝したいと、こういうふうに思います。その皆さんもですね、負けず劣らずの証を持っている方がこの中で多いと思うんですね。でもね、黙ってる方もいらっしゃるので、ね、黙っちゃダメです。神様の素晴らしさをね、証ししてください、言ってください。今癒しがね、いつもの 3,4 倍になっている一つの理由があるんです。どういう理由かというとですね、癒しとかね、なんか神の技が起こっててもね、何にも言わない人が結構いるんです。皆さん、癒しとか神の技が起こっていて何も言わなかったことのある方々、ちょっと手を挙げてみてください。正直に挙げた方もいらっしゃいますね。実はね、いろんなことが起こっているんです。そしてね、神に栄光をね、期していただきたい、こういうふうに思います。 TLE はね、神が奇跡を起こしてくださる教会だけではなくてね、神の栄光を称える教会でありますね。神の素晴らしさをですね、称える教会であるということをどうぞ覚えてください。それでですね、私たちが神の恵みを受けるときに、個人的にイエス様を信じて罪の命を生まれ変わってね、そして祝福を受けます。それでこの事柄に関しては誰でも知ってるんですね。しかしですね、神の祝福を受けるときにもう一つのポイントがあるんです。それはイエス様を信じるとき、神の子として新しく生まれるだけではなくて、教会の一部として生まれるんです。だから私たちは神の子供で、個人として神の子供であると同時にね、教会の一部なんですね。それで主はですね、私たちが神の子供として祈ったり悔い改めたり従ったり感謝したり、それと御言葉に信頼したりすることによって祝福を受けるというポイントとですね、教会を通しての恵みっていうのは非常に強くあるんです。で、私はよくそのことを知りませんでした。しかしですね、私ね、教会行ったんです。
で、その結果ね、どういうことになったのかというとね、多くの恵みを受けることになりました。そしてね、私はクリスチャン生活50年で、その中でね、一つ分かってくることがあります。それはね、教会に根ざし、教会に立ち、教会に従い、教会にしっかりと立っていた人たちが大きな祝福を受けたということです。皆さんもね、その経験をしている方も多いはずですね。例えばね、どうにもならない人がいました、主の時間にね。で、何がどうにもならないのかって、もう喧嘩しちゃう。しかもクリスマスっていうの、いろんな人たちをが、新しい人たちが来る特別な日にですね、受け継ぎに立ってですね、大喧嘩しちゃったの、他の兄弟とともにですね。彼は自分は牧師に向いてない、奉仕者に向いてないって言ってました。で、我々もそう思っておりました。ただね、彼は一つの長所があったんですね。教会にね、しっかりとつながっていく、教会に来る、そしてね、その恵みを受けていった。で、今はね、責任長老校ですよ。私がね、その教会に行って彼の悪口言ったら、信徒の人にたしなめられました。うちの牧師はそういう方ではありませんと。で、まあ、そう思いたければ思ってくださいと。で、その時にね、教会を通してもらえる。だから教会ってのは重要なポイントがあるんですね。そしてね、見てみるとこう書いてあるんですよね。それは、神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。つまり、全ての権威の上にあって、全能の方を教会にお与えになりましたって書いてあるのは、何を意味しているのかというとですね、キリストが教会で働くってことを言っているわけです。そしてですね、教会にキリストが満ちているって書いてあるでしょ。満ちているから、皆さんが教会でですね、説教を居眠りして聞いていたとしても、満ちているから台所で、ね、寝るのと違うんだよ。神様の技がね、その中で表されていくということですね。覚えておいてください。で、教会はの頭はキリストであり、キリストが満ちており、キリストの働く場所である。これを知ってるときにですね、神様のより大きな恵みを我々は受けていくということですね。どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そしてね、神様の恵みというのは一つの原則があるんですね。それは何かって、ある方は言います、教会の頭はどこにキリストがいるんだと。例えばアンテオク教会ね、パウロ・アキメトが頭じゃないかと。そしてですね、キリストが満ちてるって言うけど、埃が満ちてると。どこにキリストが満ちてるんだっていう方々はね、多くいます。でもね、神の恵みっていうのは一つの原則を持ってるんですね。それはね、御言葉を通して見る。だから分かるんですね、御言葉を通して教会の頭はキリストであるって分かる、見えてくるんです。で、キリストが教会に満ちてるって見えてくるんです。で、全ての権威の上に立つ方が教会においてですね、恵みを成してるっていうのは見えてくるんです。それ、皆さんね、信仰を通して見ないと技は起こりません。いくら十字架がね、罪の身代わりだって言ってて、信じてない人には何にもならないでしょう。いくら教会にキリストが満ちてるって言ったってですね、どこにそんなのあるんだっていう人たちはですね、そんなの見えません、分かりません。教会の頭はキリストだってとんでもない、どこにキリストがあるんだという方々はですね、その恵みを見ないのです。神様がなされる恵みはですね、信仰を持って受けていく、これが大きな神様の祝福であるということですね。どうぞ覚えておいてください。それで、教会は皆さんのクリスチャン生活に決定的な役割を果たします。だから、私たちは個人として神に従うとともに、教会の一部としてですね、キリストに従う中で特別な種の恵みと力が現れてくるということをですね、
どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。教会側の祝福がいろいろと現れている中でね、より強い主の技が起こってくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か不安が心の中心にあってですね、喋る言葉が不安から出ている方がいらっしゃいます。その結果それが不信仰になってですね、神の働きをとどめている方がいらっしゃいます。悔い改めて神の言葉を中心に告白をしてください。その時大きな変化をその方は見ます。またそのある方はですね、神に愛されていることが信じられません。ですから非常に不安定な道を歩んでおります。言われるとそうかもしれないと思うんですが、しかし心の底にそれが入ってきません。それは なぜそうなのかというと、その方が御言葉を信じてないからです。神の愛の御言葉をしっかりと信じ立っていきなさい。その時あなたは神の愛が分かり、さらに真に愛されていることを理解していくであろう。それはあなたを強め、あなたに大きな祝福となる。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何かどなたかとちょっと比べている方がいらっしゃいます。比べてはなりません。主の御言葉を信じなさい。愛されていることを信じ、祝福されていることを信じ、従うとき最善に導かれていくことを信じていきなさい。その時主の栄光を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。悪いところがある方はそこに手を置いてください。それで私が祈りますので、私の祈りに心を合わせてください。二人が心を合わせて祈るなら答えられるとあります。それとともにこの中心にイエス様がおられます。で、祈る時に期待してください。期待しない人はですね、祈ったって無駄です。祈らなくて結構です。なぜそうなのかというと、皆さん信仰のないところに主の技は起こらないんです。しかし私たちが期待するときに、神様は何かしてくださると、神様は私たちを愛してくださり最善を成してくださる、神様に触れることでもできれば癒されると期待するときにですね、主の技が起こってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。ですから私たちのね、教会一つの特徴は、聖書はですね、期待することが一つ大きなポイントとしてあると。でこの中心におられる主ご自身にですね、期待しつつ、そしてですね、祈っていきたいと思います。天の様、お一人お一人の上に豊かな祝福と恵みを表してください。イエス様の十字架によって私の罪が許され、イエス様の十字架によって私たちが癒されたことを信じます。どうぞ私たち一人一人の病の癒しをなし、精神の病の癒しをなし、霊の解放をなしてください。今あなたが私たちに触れ、その技をなし、その祝福を表してくださっていることをありがとうございます。イエスキリストの御によって命ず、お一人一人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御によって命ず、お一人一人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの御によって、お一人一人の体と精神命ず、癒されよ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 。イエスキリストの御によって、お一人一人の可動精神に癒しを宣言する。耳が、左の耳が聞こえにくくなっている方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。心臓が、左、心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。心臓のところの上の筋肉が悪い方が癒されました。首と肩が、左の方ですが、悪い方が癒されました。右の肩が悪い方が癒されました。右のふくらはぎが悪い方が癒されました。腰が悪い方が癒されました。鼻が悪い方が癒されました。喉が悪い方が癒されました。目がちょっと見えにくくなっている方がいらっしゃいました。これが癒されました。頭痛の方が癒されました。また肺が悪い方が癒されました。気管支が悪い方が癒されました。胃がちょっと悪い方が癒されました。婦人科が悪い方がこう癒されました。また右の足が悪い方が癒されました。肩が悪い方、首の悪い方が癒されました。
イエス・キリストの御名によってお一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと体を調べてみてください。今主が働いておられましたからですね、癒された方は何人も出てると思いますね。それでね、良くなったぞって、主が技をなされたぞっていうことを感じた人、ちょっと手を挙げてしまってください。はい、何人かいらっしゃるんですね。感謝したいと、こういうふうに思います。今感じなくてもね、帰りの道で癒しが分かったり、あるいは明日あれ何も症状がなかったっていう方も出てくると思うんですね。そうだったらすぐ主に栄光を渡してですね、また同時にね、明かしてください。明かしてください。で、その中でですね、さらにね、優れた主の技を見ていくことになりますよね。感謝したいと思います。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎなくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アーメン。はい、お座りください。